曹操の復帰に魏軍はいよいよ勢いづく。曹丕らは逃亡した蛇姬を追撃、誰も知り得なかった大蛇の居城越城の所在を突き止めた。曹丕の計画もいよいよ最終段階。魏軍は越城へと軍を進め、大蛇との最終決戦に臨んだ。この戦の指揮は私に任せてもらおう。しかも元よりそのつもりよ。波動を継ぎし者の戦、大蛇に披露せ。オロチだけでなく、あなたにもご覧に入れる。総士官の波動。士官、わしは名のみの総大将。指揮権はお前に託す。さあ、兵たちに声をかけてやるがいい。はっ、皆聞け。この戦が最後の決戦となろう。大蛇を討ち、曹丕の波動を天下に示すのだ。曹丕とも長い付き合いになったもの、腐れ縁というやつか。我が力存分に味わうがいい。貴様はここで口当てろ。まずは相手の噴火砲を占拠する。先鋭たちよ、進め。そう簡単にはオロチ様に慌てない。みんなで曹司さんたちを挟み撃ちにしちゃえ。貴様らの力試すとしよう。せいぜいあがくがいい。敵将討ち取った。ずいぶん頑張られたものですね。お客さんたちのご到着かい。足くたびれたぜ。早速、人暴れさせてもらおうか。刑事らしいことよ。代わりの手を置け。出ます。せいぜいあがくがいい。敵将、討ち取った。お見事でございます。俺もやりますね。オロチは同類よ。奴が憎けりゃ俺も倒すな。天下無双の戦に前田刑事がお相手くるぜ。面白い男がいたものだ。笑い飛ばせる男だ。大した器だぜ。行きなさい。打ち取りましたわ。美しき調べ、さらに響かせよ。悪いな。俺にできるのはここまでだ。早くね。
順に味わうがいい。わしも行こう。オロチに歯向かう奴らを撃つ。当てる当ての武名を天下にしなし。当てるね。勝った時が貴様の最後だ。敵将撃ち取った。これもやりますね。我らも先行の一つも立てるとする。これ以上勝手な真似はさせぬ。ご苦労。噴火砲を奪ったくらいでいきなるなんて恥ずかしい。皆さん、敵の悲鳴を私に聞かせてくれるかな。ございます。貴様ここで口当てろ。出ます。行きなさい。貴様の最後だ。敵将撃ち取りましたわ。お見事でございます。ここで口当てろ。貴様ここで口当てろ。わしも行こう。頑張られたものですね。役者よ、逃げ帰る者を死ぬ。待ってね。次に会った時が貴様の最後だ。敵将撃ち取った。父よ、張り切っておられるな。敵に背を向ける者はわしが斬る。マーマーが入ってくるなんておばかだ。俺もやりますね。
噴火砲を使えばオロチも重い腰を上げるだろう。赤い兵員がまとめて相手してるぜ。やるでは。頑張られたものですね。お見事でございます。私に会いに来てくれたんだ。じゃあご挨拶ずっとダッキらしい小賢しいのです。あの子どんな育て方したのに。おなじなさい。行きなさい。さらに響かせよ。我が調べに舞いなさい。残る砦は一つ、迅速にダッシュしろ。俺もやりますぜ。存分に味わうがいい。奪たれ、ご苦労。
バカめ、わざわざやられに気負ったか。器の大きいものの方が良い。それが消せぬなら独眼竜が撃つまでよ。俺もやりますぜ。させてやれ。の橋が降りたんだ。攻撃をやめよ。みんなオロチを目指し進軍するのだ。ここで口を出ろ。これ以上勝手な真似はさせぬ。いざ尋常に勝負。我らも先方の一つを勝てるとするか。やった時が貴様の最後だ。上がりやめ。使えよ。では止められぬ。一丁上がりだめ。俺もやりますね。では止められぬ。一丁上がりだめ。わしも行こう。使える。ザコども、これを倒さねばオロチには会えんぞ。死にたくなる。腐るぞ。だよ。やはりここで現れた。出ます。わしは悪魔。相手が両手も引きはねYou
お見事でございます。を倒すとは最後まさに無双よ。とうとうここまで来たか。残すはオロチのみか。オロチに我らが覇道示すのだ。我が手に噛みつくのはお前たちだと思っていた。さて、お前は我を終わらせられるか。貴様ら無双の力、我に見せよ。我らの覇道を阻むならば出ます。滅ぼさねばなるまい。我が君のため、この命に変えても。あなたが真の三国武将とは。行きなさい。ヘイハッヘイ、お泣きなさい。よろしいかしら。出ます。オロチはこの宋猛徳の前に倒れた。終わったな。終わってはいない。覇道はまだ道半ば。私がなさねばならぬ。波動か。前から一つ聞きたかったのだが、それは皆が笑って暮らせるものなのか。少なくともお前は笑いそうにないな。